皆さんやっほーやっほーやっほっほー、皆さんお疲れ様です。主婦のブログゆみです。イエ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 イっていうことで、今日の札幌は晴天なんだかどんよりなんだかさっぱりでーすただね、体にまとわりつくムシムシ、ムシムシ感、ジメジメ感がありますね。湿度が 57%、 部屋の温度も26度があります。ゆみの部屋はね、リビングは、そう、そして今日は6月21日、ゲシ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 って感じですよね。ついに札幌にもゲシがやってきました。なんかね、あんなに雪がたんまりとさあってさ、夏至はやってくるもんだと思いましたね、本当に。すごいなと思っちゃいます、毎年ながらね。昨日のゆみはね、ケンさんお休みだったんですけども、週1回のゆみは勤務をね、出勤してきまして、それでお昼で帰ってきまして、もうお昼ご飯も食べて、もうそれでダラ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 過ごしてました。ケンさんはその間ね、なんか買い物に行ってくるからとかって言って一人で買い物行って、それからちょっとしばらくね経って、それでもまだダラ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 過ごしててで、そっから散歩を行って、ご飯を食べないで、そしてまたね、お洋服ちょっとちょろっと見ていきたいなと思って、お洋服を見に行って帰ってきて、ご飯を食べて、その日は昨日は終わりました。何もね、特別したことはなかったかなって思っております。で、今日のゆみはお弁当作りからスタートして、そしてお仕事をして、そしてトイレ掃除、昨日しなかったのでトイレ掃除もして、そしてあとはガス台を磨こうかなと思っておりますガス台磨いてとコメント来たので、まあそろそろね、やんなきゃいけないなって思ってたので、ガス台を磨いて、そしてあと洗濯もして、できたら洗濯もしたいなと思っております。そしてその後散歩行って、プチ散歩も行って、でちょっと編集やって、で散歩、また夕方散歩行って、でご飯支度して、で茶碗洗ってっていう感じの流れのスタートをね、ゆみの過ごし方をしていきたいと思います。そんなことでね、そして皆さんね、コメント、温かいコメントありがとうございます。意見とかね、ありがとうございます。それでは皆さん、最後まで見てくださるととても嬉しいです。そしてね、温かい目で見てくださるととても嬉しいなと思っておりますそれじゃあスタート、ここスタートピコリンThank you.
Thank you.
行くよ。進むよ。おいで。はい、行こう。レッツゴー。レッツゴー。どうした？ほら、小春行くってよ。母ちゃん行くって。行くよ。ぴょーん。よいしょ。行こう。レッツゴー。よいしょ。ねえ。よいしょ。今日はまあまあ。蒸し暑いかな。風はあるんだけど、生ぬるい感じかな。ねえ、空もいいの？しっこ大丈夫？母ちゃん大丈夫か？あ、ジャック行くよ。空、うん、ほら、蜂来る。ほら、蜂来るよ。行くよ。レッツゴー。ということで、このまま帰りたいと思います。まだ暑い。ソーラくん、おいで。ソーラ、どうした？帰るよ。うん、どうしたの？ピコリン、
ースリーフォー、洗濯物だよ洗濯物だよ、ほっそーほっそーほっそーを回しますよ。よいしょ。終わり終わり終わり、今夕方の散歩に来ています。なんかね、暑い、動いたら、部屋の中で動いたら暑いんですけど、もわんとするんですけど、なんか外に出たらね、まあ、空気もわんとするんですけど、風があってちょうどいいかなって感じですね。で、ぼうぼう、草がぼうぼう。今日の天気、あ、やばい、こちゃん、こちゃん大丈夫？空がぐいぐい行っちゃったね。小春のリードが大変なことになってる。治ったかな。よいしょ。走ってきたから結構いい運動になりました。よいしょ。よいしょ。ね。今はスカート入ってきました。涼しげに。ちょっと久しぶりに入って、また入ってみようと思って。よいしょ。すごいボーボー。草がボーボー。それでは帰ったら、とりあえずは休憩して、なんかご飯したくか食器洗いしたいなと思っております。それではピコリン。わあ、虫が。よいしょ。Thank you.
皆さん、ヤッホー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 。食器洗いをなんと動画アップしてたかなと思ったんですけど、動画アップされてませんでした。アップっていうか撮れてませんでした。いやー、やっちゃったみたいな。これからご飯支度を動画していきたいなと思っています。回していきたいなと思っていますね。今日はですね、ちょっと弓入りでちょっと動画を撮っていこうかなと思っています今日はね、簡単にタラを使ってタラを使ってバターソテーを作っていこうかなと思っています。あ、やばい、できないわ。え？マジで？うん、どうして？怖い。怖いわ。何？怖くない？バンってなったらどうしよう。怖いもん。すごい。大丈夫かな。入れていきますね。タラちゃん、タラちゃん、タラちゃん。うん。焦った。
旦入れていきます。シャンタンちゃんを入れていきます。しょうがちゃん入れていきます。出来上がり。タラちゃんといえばこんな風になりました。出来上がり。後で実食します。それではいただきます。今日は先ほども作った生姜焼きちゃんです。いただきます。のバターソテーです、開けてるかな、うまい。でもこれにからしマヨネーズつけると美味しいかもしれない。これからこの後 YouTube ライブにやりたいと思います。ね、そしてオートミールです。おいしい。今日のユミはまずね、お弁当を作って、そしてお仕事もして、そして、そうだね、編集もやって、それから洗濯したのかな？いや、違うね、あのリンスとかコンディショナーを入れて、そして洗濯をして、そして空のプチ散歩行って、そして、ガス台磨いて、そして散歩行って、そしてご飯支度をして今ご飯を食べております。ハードスケジュールだね。なので明日はユミはゆっくりしてようと思って、明日仕事休みなので、ということで皆様お疲れ様です。乾杯。ビールあった最高。最後まで見てくださってありがとうございます。そしてコメントの方もね、たくさんいただいて本当にありがとうございます。すごくフォローしていただいてもらって本当に救われて心強いです。そういうことでこれから食べていきたいなと思っております。それじゃあまた来週動画でお会いしましょう。ユミでした。お疲れ様です。失礼します。ピコリン。